私は日本語を勉強しています。日本語は楽しいです。でも、時々難しいです。皆さん、こんにちは。琴野夏実です。でも、時々難しいです。今日の文法は、でも、but, however のイメージです。センテンスの始めによく使います。もう少し例です。昨日スーパーに行きました。でも何も買いませんでした。このレストランは週末空いています。でも、月曜日は休みです。でもは、返事の始めに使うこともあります。例えば、今日は晴れですね。はい。でも、ちょっと寒いですね。返事の始めに、でもからスタートも OK です。今日のビデオはここまでです。ありがとうございました。また次のビデオで会いましょう。さようなら。Please remember to subscribe and turn on notifications.